どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス、必要マイル数アップがですね、適用されましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。はい、ということで、こちらね、視聴者の方にね、メールで教えていただきました。ありがとうございます。ファーストクラス、ビジネスクラスのね、必要マイル数アップはですね、私の方もね、海外のブロガーとかの情報でですね、把握してたわけなんですけども、いやーなんとね、エコノミークラスまで必要マイル数がアップがね、適用されてしまったということで、まあ、私の動画の中ではですね、ユナイテッド航空マイレージプラスっていうのは、まあ、短距離路線のですね、国際線、特にエコノミークラスはね、必要マイル数が少ないということで、お勧めさせていただいたわけなんですけども、必要マイル数アップということで、いやね、非常に残念ですね。ということですので、今後ね、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、まあ、基本国内のみっていう利用になりますかね。まあ一応ね、生き残ってる路線もね、ございますけども、ちょっとね、今後このね、ANA の国内線の特典航空券が、ユナイテッド航空のね、マイレージプラス、片道5500マイルからね、発券することができるんですけども、正直これもね、短距離路線もね、必要マイル数がアップになった今、これがね、どこまで持つかね、正直ね、わからないっていう風になりますので、もしね、マリオットボンボイポイントとかで貯めてられる方は、しばらくね、様子見てからね、交換した方がいいのではないのかなっていうところなんですよね。ということで、必要マイル数がね、アップした部分をですね、見ていきたいなと思いますし、またね、ちょっとね、このタイミングかよっていう感じなんですけども、5月1日からですね、ユナイテッド航空はね、マイレージプラス月間っていうのをね、開始したんですよね。こちら去年もね、まあ、やっていたわけなんですけども、東京都内でね、イベントとかも行われますし、マイルを使ったオークションとかもね、行われますので、こちらもね、一緒に見ていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、私の方ですね、ポチポチね、1路線ずつですね、必要マイル数ね、調べてみました。今のところね、国内線は無傷ということで、片道5500マイルから発券することができます。ですので、羽田から札幌、福岡、伊丹、ここら辺は5500マイルで発券することができますし、関西の方にね、住んでいる方に関しては、札幌、羽田、福岡、那覇、まあ、すべてね、5500マイルで発券することができるっていった形になります。で、今回ね、大きな変更があるのは、ここの部分ですね。特にね、それ以外のところは、必要マイル数ね、変更がなかったと思うんですけども、ちょっとね、前回の、動画出した時からですね、ヨーロッパとかね、もうちょっと、拡大してね、調べてほしいっていうね、要望がありましたので、ちょっと入れさせていただきましたけども、大きくね、変更がされているのはね、やはりこのね、赤字になっている部分ということで、で、まずですね、東京からホノルル、エコノミークラス、今まで 47,500 マイルでしたけども、5万5000マイルで必要マイル数アップしております。で、東京グアムですね、こちらだけね、今のところ無傷で変わっておりません。エコノミークラス2万マイル、ビジネス5万マイルっていう風になりまして、まあ、こちらね、ちょっといつまで続くかわかりませんけども、今現在は2万マイルで発券することができます。で、東京からソウルですね、こちらは、前回何マイルだった16,500 マイルだった区間が 19,300 マイルにね、上がっているっていうところですね。で、ビジネスクラスもね、49,500 マイルということで、以前は、33,000 マイルだったところがね、49,500 マイルで必要マイル数上がったということで、こちらもね、かなり上がっておりますよね。で、特にね、一番上がってるのは、ここの路線ですね。シンガポールとかバンコクとかね、クアラルンプールとかもそうだと思うんですけども、ここね、38,500 マイルエコノミークラスで必要マイル数こちらになっておりまして、もうビジネスクラスはね、目も当てられないぐらいね、必要マイル数アップになっておりますんで、これはね、本当に痛いですね。先日ね、2020年1月の終わりにですね、羽田からニューヨークのね、エアバス350ダッシュ線、JAL のね、新しいビジネスクラスに乗りに行きましたけども、その事前のフライトで利用させていただいたのが、成田からシンガポール経由のバンコクで、バンコクから東京、東京、ニューヨークみたいなね、路線で利用させていただいたんですけども、あの時とかですね、東京からシンガポールに行って、シンガポールからバンコク行って、合計エコノミークラス2本乗って、2万2000マイルだったんですよね。まあこの乗り継ぎがね、ユナイテッド航空の場合利用することができますので、まあそれはね、今も利用することができてですね、乗り継ぎ時間とかね、ちょっと短くなってしまいましたけども、今もね、利用することができるんですけども、38,500 マイルに上がってしまったということで、非常にね、
残念ですね。はい。ですので、まあ今後ね、この国際線で利用していくっていうのはですね、なかなか厳しいかなっていうところですよね。この台北とかね、ソウルとか、まあここら辺に関してはね、アラスカ航空で7500マイルでエコノミークラス発券できますし、ビジネスも1万5000とかでね、発券することができると思いますので、まあこれはね、ちょっとね、厳しい解約ですよね。一応ね、グアムとか、セブとかですね、シドニーとかね、まあ必要マイル数がまだ少ないエリアはね、まあ、あるにはあるわけなんですけども、今後どうなっていくかね。今回、短距離路線がね、メインで解約になっておりますので、まあ、これからね、長距離路線も少し手が入るかもしれない。もしくは、まあ、こちらの必要マイル数になったのね、去年の今頃なんですよね。去年の5月にね、私、息子と東京からロスね、行ったんですけども、その時、3万3000だったかな。はい、そのぐらいの必要マイル数で、ね、片道取れたんですよね。で、行ってる最中にね、解約が起きて、5万5000に上がったみたいなね、まあ、そんな感じだったと思いますので、ですので、毎年一回ね、この時期に解約が入っていくんじゃないかみたいなね、まあ、そんな感じにも思えるので、まあ、今後ね、長距離路線も必要マイル数アップがね、まあ、されるのではないかっていうところなんですよね。ですので、今現時点ではね、この、必要マイル数でね、利用することができますけども、まあ特にね、この国内の5500マイルね、もっと短距離間ですね、こちらもね、いつ悪くなるかわかりませんし、まあグアムとかね、セブ島とかもね、こちらまだ就航してないですけども、今現時点ね、2万200マイルでね、発券できたりするんですけども、まあサーチャージがかかんないんでね、これをどう取るかっていう部分はあるんですけども、いやね、非常に残念なね、改定が入ってしまったっていうところですよね。先日ね、国際線のビジネスクラス、ファーストクラスのね、必要マイル数アップがね、海外のブロガーとかで報じられてですね、このユナイテッド航空っていうのはね、どうやらね、デルタ航空を結構ね、参考にして、意識してね、このマイレージ制度をね、変更してるみたいですので、まあ、デルタスカイマイルっていうのはね、デルタスカイペソなんていうふうにね、まあ、言われているわけなんですけども、もしかしたらですね、マイレージプラスもね、ペソ化してしまうのかも、知れないですね。ひとまず、こういったのがね、導入されて、もう、こちらね、あれですからね、シークレットで導入されて、もうね、前の必要マイル数で発見することできませんので、まあ、この点ね、ご注意いただければなと思います。はい、それでは次にですね、ちょっとね、先ほどの話をしてからね、こちらを非常に紹介しづらいんですけども、ユナイテッド航空はですね、5月1日から、感謝月間っていうのを開始しております。で、こちらはですね、去年もね、あったわけなんですけども、ユナイテッド航空のマイルを使ってね、ちょっと今ページが出てきませんけども、こちらね、ユナイテッド航空シカゴ観光局協賛ツアー野球観戦付きの、VIP ツアーがですね、利用することができます。で、それ以外にもですね、最近始まったね、マイルプールがね、できるようになったり、こちらね、動画出ておりますんで、まあ、気になる方はぜひチェックしていただければなと思うんですけども、マイルを使ったね、オークションに参加して、それでね、落札できればですね、飛行機付き、ホテル付き、送迎付き、何マイルみたいな感じでね、利用することができるんですよね。で、またね、こちらですよね、昨年ね、速攻、事前申し込みね、終わってしまったわけなんですけども、まあ利用されたい方はね、こちら非常にいいのではないかなと思います。私もね、できれば参加したいなと思ってるんですけども、東京都内でですね、こちら、ハッピーアワーウィズユナイテッドアーリーサマーバッシュっていうものかな、大好評イベント第3弾夏の踊りをアメリカングラフトビールとドームにお祝いしましょうということで、こちらね、6月2日と6月3日にですね、アンテナアメリカ東京店、東京中央区焼津2の1の、焼津地下街 B1 階で行われるみたいですね。で、800マイルでね、参加することができて、募集人数は150名、パッケージ内容はお好きなクラフトビール2缶無料提供で、プレッツェル1泊、マイレージプラスのロゴ入り、ウラウラ12オンスが1個で、税金チップが含まれておりますということで、マイレージプラス提携のクレジットカードをお持ちのお客様は、缶ビールをもう1個無料で1本差し上げます。合計3本イベント会場でチェックインさんにお持ちのクレジットカードをご提示くださいということで、こちらね、昨年ね、紹介したら結構すぐね、埋まりましたので、もし利用されたいっていう方は、できるだけ早めにね、申し込んでください。ユナイテッド航空のね、ロゴのこのタンブラーみたいなのがもらえるということで、これはちょっと欲しいですよね。ね、ぜひ6月2日から3日、こちらの東京アンテナアメリカ東京店に、ね、行ける方はですね、ぜひね、こちら、行かれてみていただければなと思います。で、それ以外にもですね、こちらですよね、昨年もこちらは、去年どうだったかな？去年はロサンゼルスでしたね。
はい、シカゴへの VIP ツアーで、ビビツカメでボートクルージング、そして特別席で野球観戦を満喫ということで、ユナイテッド航空の飛行機とホテルと観戦チケットがこちらね、セットになって、利用することができる、マイルオークションみたいなね、そんな感じになっております。シカゴ発行きの往復の航空券、エコノミー、ユナイテッドプレミアムプラス、ポラリスビジネス、いずれか、こちらね、必要マイル数で、まあ、変更になっているという感じですね。で、ユナイテッド航空なんで、年サーチャージはかからないということで、チェックインは2024年6月23日、チェックアウトが6月の26日、パーマーハウスヒルトンホテルにて3泊部屋タイプ指定なしで利用することができます。で、スペシャルイベントとして、ギャランティードレートフィールドにて特別席でシカゴホワイトソックス観戦席チケット 2日分1パッケージにつき合計4チケット、シカゴ VS ロサンゼルスということで、こちらがね、楽しめるっていう感じですね。で、またね、空港からパーマーハウスまでの送迎だったり、パーマーハウスから野球場までの送迎だったりですね、こういったものがね、ついております。で、またね、シカゴ美術館のツアーとか、シカゴ建築センター、シカゴファーストレディ、リバークルーズとかもね、利用することができるみたいですね。まあ私からするとですね、こちらね、シカゴっていう風になりますんで、ぜひね、シカゴファイヤー、シカゴ PD、シカゴメット、海外ドラマね、3つほど出ておりますので、ぜひね、こちら見ていかれると非常に楽しめるのではないのかなと思います。特にね、シカゴファイヤーはね、非常におすすめです。またね、宿泊するホテルはね、ヒルトンホテルということで、まあマイルで取ってるんでね、ステータスは使えないと思いますけれども、こちらね、高級ホテルみたいですね。で、下の方に行っていただくと、こちらが、ギャランティートレードフィールドっていうところみたいですね。こんなところなんですかね。めちゃめちゃ良さそうなシーツですけどね。で、飛行機のクラスはビジネス、プレーコ、エコノミーで行けるということで、まあ、どれかから選んでくださいということで、まあ、こちらね、エコノミーをクリックすると、18万マイルで応募することができる感じですね。まあ、飛行機、またね、ホテル、で、野球観戦、また送迎とかね、美術館巡りとかも全部ついて18万マイルなんで、まあ結構いいんじゃないかなっていうところですよね。ユナイテッド航空マイレッジプラスのお客様は、野球観戦チケット2日間、シカゴ美術館、ボートクルージングが含まれた忘れられないシカゴへの旅にペアでご参加いただけます。2024年6月23、羽田発6月27、羽田着のシカゴ行きの航空券、パーマーハウスヒルトン。ホテルでの3泊が含まれる貴重なチャンスです。今回、ユナイテッド航空、エコノミー、ユナイテッドプレミアム、ユナイテッドポラリスビジネス3つのパッケージを、ぜひこの機会をお見逃しなくということで、まあこちらね、2人分でこのマイル数ってことですよね。ですので、1人9万マイルっていう計算になるので、まあこれはね、非常にお得なのではないかっていうところですね。はい。ですので、気になる方はですね、ぜひね、こちらチェックしていただければなと思います。まあ、この記載があってね、この記載でペアで参加いただけるって書いてあるんで、まあ、18万にはならないと思うんですけども、まあ、もし利用される方はですね、一応ね、確認してからね、利用してください。で、またですね、この感謝月間中は楽天ポイントを交換してマイルを使うということで、ユナイテッド航空のマイルを1000マイルで400ポイントに交換可能が、5月1日から6月2日まで 25% 増量ということで、マイルを、1000マイル500ポイントで交換することができるみたいですね。マイルから楽天ポイントなんでね、ちょっとこれはね、もったいないかなっていういうところなんですけども、一応こういったねキャンペーンも開催されているっていうところですね。はい、ということで今回ですね、ユナイテッド航空マイレージプラスがね、国際線の短距離路線のね必要マイル数アップがね導入されてしまいましたので、解説でさせていただいたわけなんですけども、いやね、非常に残念ですね。去年ね、国際線の長距離路線の必要マイル数が上がって、まあ、今年ね短距離路線のね、必要マイル数が上がってしまったということで、短距離路線でね、必要マイル数が上がってきたっていうことは、国内線の5500マイルもね、正直いつまでね、持つかわかりませんので、またね、他の外資系の航空会社って、国内線のね、必要マイル数で5500つけてるところってないんですよね。まあ、アラスカとかもね、7500マイルですし、ブリティッシュエアウェイズとかね、昔6000とかね、もっと低かった時もあったかな。はい、利用することができたりしてたんですけども、今はね、必要マイル数上がってしまったので、まあ、外資系のね、必要マイル数で一番安いのはですね、ユナイテッド航空っていう風になるわけなんですけども、これもね、正直いつまで持つかわかりませんので、
これからね、ユナイテッド航空のマイルに交換されるっていうのはですね、慎重にね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリック診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することができますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。